最初に披露させていただきます演舞、2019年度演舞ロックンロールとなっております。こちらのロックンロールの、制作班の方々から、メッセージをいただいておりますので少し、読ませていただきたいなと思います。まずフリハンの方が、ロックンロールは当時の考えを前面に押し出したスタイルだったと思います。疲れても倒れてもそれでも青春を駆け抜けるこれだけを意識して行き着く間もないくらい暴れ倒していたと思います。しんどすぎてもう踊れません。振りにもそれが現れていたなとそんな感じがします。アップテンポの曲に合わせてワクワクでノリノリで激しめの振りが多くよそこいっぽくなくてナンチックな振り付けや表現をたくさん取り入れました。パート分けもボーカル、サウンド、ギター、ドラム、ベースなどロックンロールっぽく分けてみました。最初からクライマックスのような勢いこれでもかと行き着く間もなく畳みかける8ビートに合わせた振り付け、ミラーレを迎えるとフルマラソンを走り切ったようなスローロ、こんな振りはもう考えたくありません。それとも当時の考えっぽくてすごい青春してたなとそういうふうに思います。以上になります。次に曲班の方からメッセージいただいておりますので読ませていただきます。ロックンロールの曲、それは決して主役ではないが、魂の叫びを表現するために最大のサポーターであると考えて作成しました。とにかく叫ぶことができる、動くことができる、しかもお客さんと一緒に叫ぶことができる。それは祭りを超え、ライブではなく、館内が館内をするかのごとく。序盤からテンションマックスでお送りするロックンロールは、きっと人生を変える一曲になるのではないし、なるのではないでしょうか、とのことです。続いて二重半の方々からです。ロックンロールが何か分からず悩み続けた生活期間、衣装を使ってやりたいことを伝えたい気持ちがたくさんあって、ハッピーには特にいろんなこだわりが隠れています。奇抜な配色と斬新さ、衣装替えは間違いなく歴代ナンバーワン。たくさんの人に伝えられ愛されたこの衣装はまさに館内10代目そのものです。以上でございます。次に力半からのメッセージです。制作するにあたってロックンロールのイメージを自己としてどう表現するかということが最も難しかったです。左右両面のパネルをロック面と館内面と名付けて、ロック面は名前通りのテーマであり、ロックンロールを全面的に押し出し、館内面では夏のお祭り感を出しながら館内らしさを表現しました。具体的にはロック面は空き地に描かれた落書きのようなデザインでインパクトの強いパンクなイメージを表現しています。館内面は賑やかなお祭りの中に衣装と同じ車体の館内の字や館内に縁のあるデザインを入れて、館内とロックンロール、そしてお祭りのつながりをアピールしました。またみんなに一度は自家車に携わってほしいという自家さんの思いから、全面パネルは全館内人にちぎりを貼ってもらい、館内人の原点である東体育館前をイラストを作りました。館内人一人一人の思いが詰まったロックンロールの自家車は、自家さんだけでなくロックンロールに携わった全ての人に思い出を残る自家会社となったと思います。ありがとうございます。最後にですね、大畑班の方々からメッセージいただいております。めっちゃかっこいいというメンバーの興奮する声は今でも覚えています。ただ日本体制で挑んだセカンドシーズン、仙台の轟の旗が大好きで、大好きだからこそロックンロールの旗を獲得したい、そんな思いから始まり、そして伝えたいものである魂の叫びを表現したい、そんな思いから肩の下地は真っ赤にいたしました。色がしっかり出るか不安だったのですが、メンバーと研究して試行錯誤したことは今でも心が熱くなります。合宿での披露、曲をかけながら体育館で披露したあの瞬間、我々のロックンロールはさらに加速しました。はい、以上で、メッセージの方を終了させていただきます。はい、メッセージからいただいた通り、当時の館内の爆発力、情熱の熱さなどを、非常に最大限に表現した作品となっております。はい、ですので皆さんもどうかこの熱さ、感じていただけたらなと思います。はい、それではですね、それでは最初の演舞ロックンロール、回りたいと思うのですが。